イズオンラインをご覧の皆様、こんにちは。スタイリストのひるいちかです。今回は、春のデニムコーデですね、骨格別にご紹介していこうと思います。それでは行きましょう。なんで今日座っているのかと言いますと、実は私、今お腹に赤ちゃんがいまして、ちょっとその関係でちょっとしばらくは椅子に座ってのご紹介になります。すいませんが お付き合いください。はい、それでは、ストレートさんにおすすめのデニムコーデをご紹介していきます。ストレートタイプの人ですね、骨格3タイプ、ストレート、ウェーブ、ナチュラルの中で一番筋肉の発達ですね、筋肉の張りを弾力を感じられる方が多いです。私もストレートタイプなんですけれども、やっぱりこの3タイプ集まってね、腕とかも触り比べてみるとやっぱりね、弾力感触とかも違うので、皆さんも動画をご覧になっている皆さんもぜひ周りのお友達や家族とかと、触り比べてみてほしいなと思います。体の丸みですね、筋肉の丸みをなるべく拾わない、生地が割としっかりしたものを選んでもらうとよりスタイルアップのコツになります。これがアッパーハイツという日本のブランドのデニムなんですけれども、これのいいところっていうのが、このストレートタイプの人の足ですね、足のお肉の質感を拾いにくい、しっかりした割と張りのある固めの生地ですね。ストレートさんのデニム選びのポイント1番がそこです。これこう引っ張ると、まあ少しストレッチはあるので、まあ、すっごい硬くて履けない、履きにくいとかそういうわけではないんですけど、割とあのお肉のラインを拾いにくい、足がまっすぐに見えるような、程よい厚みのあるデニムの生地です。このねラインですね、ちょっとトルソーなので、まあ少し分かりにくいんですけど、やっぱりこのストレートの形っていうのもポイントです。やっぱりこのね、ちょっと細い足のそれこそラインをがすごい分かりやすいような細身のものとかにすると、やっぱり太ももとかね、張りがきになっちゃったりとかするので、やっぱりこういうね、ちょっと特にこういうカットソーとか T シャツとかトップス短めのものと合わせるときは、よりストレートに近いですね、ものを選んでもらった方がいいかなと思います。このウエスト位置ですね、これ今デニムちょっと T シャツ上に上げてウエスト位置を見せてるんですけど、最近あの流行りもあって、ハイウエスト、割とハイライズのデニムっていうのたくさん出てます。とても可愛いんですけど、ストレートタイプの人が注意してほしいのが、結構ね、このなんて言いますか、上半身ですね、重心が結構上にある人が多いです。この辺の存在感結構強いんですよね、ストレートタイプの人。なのであんまりハイライズにしすぎると、まあ、例えば私でここぐらいとか、今おへそがこの辺なんですけど、おへそ1ぐらいのウエスト位置にすると、結構ね、上半身が詰まって見えすぎちゃう人が結構いらっしゃいます。なのでそういった風にちょっとバランス逆に気になるなって感じる人とかは、ストレートタイプの人の場合特にウエスト位置、ジャストウエストぐらいですね、注意して履いてもらうとよりスタイルアップします。まあジャストウエストどれぐらいかっていうと、まあおへそよりもちょっと下ぐらいかな、うん、まあだいたいよくあるデニムのウエスト位置かなって感じです、を履いていただいた方がよりスタイルアップにはつながるかと思います。このね、ライダースですね、ジャケット合わせたんですけど、こういったライダースジャケットとっても合うので、ストレートタイプの人でまだ持ってないって人は挑戦してみてほしいです。なんでかって言いますと、先ほども言いましたように、ストレートタイプの人、筋肉の質感がより発達している方です。その分ですね、アウターとかもこう肩の丸みとか腕の丸み割と拾っちゃう人が多いです。っていうストレートタイプの人におすすめなのが、こういうねライダースとかデニムも、さっき張りのある生地って言ったんですけど、こういう厚手のライダースで体の線をね、こうまっすぐに補正してくれるようなアイテムですね。こういうの着るとね、すっごい着やすいにつながります。あとストレートタイプの人、こういうレザーの質感もとっても合うので、ぜひ試してみてください。デニムともとっても合うのでおすすめです。で、中はね、こういうちょっとニットのキャミとのレイヤードの T
シャツにしたんですけど、こういう感じでデニムとかライダースとか質感合うものを合わせていれば、まあ中ですね、いつもシンプルなのがいいよって言ってるんですけど、レイヤードのトップスとか全然トレンドのアイテム合わせちゃっても私はすごいカバーできていいんじゃないかなと思います。ライダースとデニム黒でまとめてるので、ちょっと春らしく、ね、白というか、まあちょっとアイボリーっぽいお色ですね、合わせてもらうととっても春らしくていいんじゃないかなと思います。靴はですね、まあローファーとかすごい、いつも私この動画でもローファーストレートさん合うよって言ってるんですけど、ちょっと春らしくですね、ちょっと前から見るとローファーだけどちょっとスリッパっぽい形ですね、ちょっとこういった春らしい靴も合わせてみるととっても可愛いと思います。ぜひストレートタイプの人はこちらのデニム挑戦してみてください。よくね、ウェーブタイプの人でデニム何履いていいかわかんないんですっていうお悩みすっごい多くって、まあ、なのでウェーブタイプのデニム何履いていいかわかんない人ぜひ見ていただければと思うんですけど、これね、ホワイトデニムこの春ね、やっぱりね結構多いんですよね。いろんなブランドさんからも出てるんですけど、ウェーブタイプの人の特徴として、さっきのストレートタイプの人は筋肉の張りとか発達をすごいしてるよって言ったんですけど、ウェーブタイプの人は脂肪の質感が際立ってる人です。脂肪の質感っていうと、なんか私別に太ってないけどとか思われる方いらっしゃると思うんですけど、すっごい細い人でもウェーブタイプの人腕とか触るとふわふわ柔らかい女の子らしい質感をしてる方多いです。でウェーブタイプの人ですね、やっぱり足もどちらかっていうと筋肉のすごい張りがあるっていうよりかは、ちょっとね、なんていうか割とね、まっすぐな足で膝がポコッと前に出るような感じので、もうそのままそのふくらはぎとかもあんまりすごい筋肉が発達してるわけじゃなくて、足首もキュッとしてるってよりかは割と、言い方あれですけどまっすぐ、あんまり締まりがない人が比較的多いです。なんかほんとまっすぐな足って感じですっていう方とかは特に、よくね骨格診断だとスキニーが似合うよとかよく言う人とかもいらっしゃいます。まあ、私も全然似合うかなとは思うんですけど、でもなんというかあんまりねすごいねもう細いスキニーって、まあ、レイヤードでかなり長めのトップス着るときとかはまあ履くかなと思うんですけど、そんなにすごいなんかまあ、今年らしいかって言ったら私はこっちとか選んだ方がいいかなって思うので、今回ホワイトデニムにしました。真っ白とかよりもちょっとアイボリーがかった色とかの方がより、まあ、ニュアンスカラーとかね今年も出てるので合わせやすくてよりおすすめです。まあ、柔らかめの風合いある生地の方がよりいいかなと思います。これもそうですね、比較的、まあ、ストレッチも程よく入ってる感じで、であとはやっぱりねウエスト位置も、まあ、比較的ウェーブタイプの人はですね結構高めのものを選んでもらった方がいいかなと思います。でなんでかって言いますと、ウェーブタイプの人、さっきのストレートタイプはこの重心ですね、私分かりますかね、こうやって見てもここに存在感ある感じでストレートタイプの人ですね。逆にウェーブタイプの人はこうデコルテ周りこの辺ですね、横から見た時に結構ね薄い人が多くって、上半身の存在感がすごいあるかっていうと、まあ、割と儚げだったりする人多いです。その分下半身にボリュームがあるように見えやすい人が多いので、この、ね、重心がそれで下がって見えるよとかよく言われがちです。ウェーブタイプの人のボトム選びのポイント、すごい重要なことがあります。それは何かっていうと丈感ですね。これさっきのストレートタイプの人のデニムよりも結構ちょっと短めなの、なんとなくわかるかなと思います。これね、ウェーブタイプの人はフルレングスがね結構丈感難しい人多いんです。でなんでかっていうと重心がやっぱりこの下がって工夫しないと下がって見えがちなんですけど、そういった人がねフルレングス履いて例えばそのままスニーカーとか履いちゃうと足首の抜け感が出なくなっちゃってすごいバランスが難しい、結構ね身長しっかり160センチ以上ある人でもよく難しいってウェーブタイプの人言われる方多いです。
なのでデニムとかですね履かれる際は、私はですね丈感ですね、ちょっと試着してみて長いなって少しでも感じたら、そうですね、まあせめて足首のくるぶしの骨がですね見えるぐらいとかですかね、やっぱりカットされた方がバランスよく履けるのでおすすめです。まあ、さらに春だったら甲が出るようなバレーシューズだったりとかサンダルとか履いてもらうと、より足首ですね、あの抜け感が出てすごい、スタイルアップするので挑戦してみてほしいです。こういうね、このちょっと、まあこの春も引き続き大人気のシアーのシャツですね、こういうちょっとねくすみピンクみたいな色合わせてみました。中もね、こういうちょっと淡めのピンクにして、ちょっと桜の色みたいな組み合わせにしてみたんですけど、ウェーブタイプの人の場合ですね、こういうシアーの透け感あるものとっても、似合うので、ぜひ挑戦してみてください。でこういうバッグですね、バッグも、ね、桜色みたいなピンクに合わせて、こういうちょっとピンク系のものを選んだんですけど、こういったねメタリックっていうかちょっとピカピカしたものとかですね、ウェーブタイプの人に華やかさをプラスしてくれるのでおすすめです。ウェーブタイプの人ってやっぱフェミニンな格好を絶対しなきゃいけないんですかとか結構言われる方多いんですけど、全然そんなことなくって、シンプルな格好好きな方も全然いいんですけど、ただシンプルな格好をシンプルなまま着ると割と地味に見えちゃう人が多いので、そういう意味でねこういうねキラッと光る素材とかね、こういったね靴とかシャツとかね、まあ素材で少し透け感とかちょっとキラッとしたアイテムですね、シンプルな格好の中にまあ一つ二つでも取り入れるだけでもとても華やかに見えたりとか、ちょっとボリュームがプラスされて素敵に見えるので、まあちょっと頭の片隅に置いておいてもらえると嬉しいなと思います。このねミュールですね、割とあのお洋服自体がすごい淡いお色でコーディネートしたので、ちょっと靴は黒で引き締めたんですけど、でも靴もねこう真っ黒にするんじゃなくって、ちょっとこういうね肌が透けるようなこういったちょっとメッシュの素材だったりとか、ヒールがクリアになっているものですね、こういった軽さが出るものを選んでもらうと足元だけちょっと重くなりすぎるっていうのも防げるのでいいかなと思います。ぜひウェーブタイプの人はこちらのデニムコーデ挑戦してみてください。ナチュラルタイプは3タイプの中で、ストレートタイプは筋肉の張り、ウェーブタイプは脂肪の柔らかさ、最後にナチュラルタイプの人は骨格のしっかりしたフレームの質感と、あとですねやっぱりの首とか腕とか分かりやすいんですけど、筋がねここ首とか曲げた時とかもすっごいつかめそうなぐらいしっかりした筋がある人とか、割とねこの腕触った時もここになんか2本の太い骨があるなって、この辺まで触ってもしっかり骨の質感感じる人とか、結構ナチュラルタイプの可能性が高いです。他にも判断基準あるんですが、割とナチュラルタイプ、私ナチュラルかなどうかなって思う人はぜひその辺ですねチェックしてみてください。本当にもう T シャツとデニムだけでさらっとかっこよく着れる人が多いので、まあ、デニムもですねすごい細いものっていうよりかはちょっと風合いあるものとか選ばれる方が、私はそのより魅力がアップするのでいいかなと思います。まずですね、生地感ですね、ナチュラルタイプの人はねもうほんとザ・デニムって感じのデニムかっこよく着れます。あの生地感もですねこうもう固めでちょっと本当にもうヴィンテージのデニムみたいな感じの色合いとかのものもすごいかっこいいですね。ただやっぱりていうか女性らしくも履いてほしいなって私は思ってて、メンズライクなもの似合うよって言うんですけど、上も下もメンズライクですごいデニムもすごい太くってってなったらもう男じゃんってなっちゃうので、その中にも女性らしさっていうのも取り入れてほしいなってなんとなく思います。
なのでコーデとかちょっとデニムのラインとかですね、ちょっと工夫されるといいかなと思うんですが、このデニムね、すごい色合いとか生地感は本当にヴィンテージデニムのような風合いですね。レッドカードのデニム、これも日本のブランドさんのデニムなんですけど、すごい風合いはね、かっこいいんですけど、形ですね、そんなに太く、トルソーなんで若干わかりにくいんですけど、ストレートで、でもそんなにブカブカな感じではなく、割とね、このウエスト周りもこう女性らしさのラインが出るようにちょっとタイトめに作られていて、程よいストレートなんだけどワイドすぎない形、色味とか質感がすごいメンズライクで、形までブカブカだったらナチュラルタイプの男前になりすぎちゃうので、形はね、こういうね、ちょっと女性らしさが残るようなもの選ばれた方がよりいいかなと思います。このね、ちょっとゆるっとしたニット、わかりますかね、これね、メッシュ素材になってます。今年ね、やっぱり先ほどウェーブさんでも紹介したシアーのシャツですね、透け感あるもの引き続き人気ですと言ったんですけど、今年ね、こういうね、透け感があるけどこういうシアーじゃなくてメッシュ生地になっている、こういったトップスもたくさん出てます。これもね、肌が程よく透けるので、すごい女性らしさにつながりますね。この肩が太めのタンクトップを合わせてます。かね、キャミっぽい細いものでもいいんですけど、鎖骨とかがすごいね、鎖骨から肩にかけてのラインが結構ね、骨がしっかりしてる人比較的多いんですね。なのであんまり細すぎると、そのね、肩のライン、骨のラインがすごい露骨に出すぎちゃって、ちょっとね、ゴツゴツして見えたりとかもするので、このタンクトップとかインナー合わせるときはこれぐらい太さしっかりあるものとか選ばれた方がより逆に女性らしい印象を出せるのでいいかなと思います。合わせのバッグなんですが、このね、大きめのチェック柄のバッグ選びました。こういうね、ニュアンスのあるカーキの淡めの色にちょっと同系色になるようなチェックですね、合わせたんですが、こういう大きめのチェックですね、とても合う柄なのでぜひ挑戦してください。これにね、こうイヤリングとか、ね、こういったチェックのバッグに、小物はね、ちょっとこういうね、ちょっとカーキともリンクするような淡めのグリーンの石のタイプを選びました。ナチュラルタイプの人はね、こういう長さがしっかりあるものとか、ちょっと形が個性的なものですね、アクセサリーとっても似合います。でさっきも言ったんですけど、やっぱりこうちょっとメンズライクなボトムスにカジュアルなトップスに、で髪もストレートのままでアクセもなしとかだと、かなりね、本当にね、メンズライクになりすぎちゃうので要注意かなと思います。そういう時にやっぱりね、ちょっとね、耳元だけでもね、アクセサリー足してもらったり、まあ、最近だとまあネックレスでも、ちょっと私が今つけてるようなこういうコインネックレスとかでもいいんですけど、まあ、ネックレスとかプラスしてもらって華やぎを足してもらうっていうのはとっても有効かと思います。足元もね、こういったね、ほんとレモンイエローっていうのかな、もうすっごい春らしいイエローなんですけど、足元もね、こういったちょっとね、春らしい色ですね、合わせてもらうとよりデニムも引き立ちますし、ちょっと女性らしい印象になるのでおすすめです。ぜひナチュラルタイプの方はこちらのコーデ挑戦してみてください。以上、骨格診断別春のおすすめデニムコーデでした。デニム苦手っていう方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、実際自分に合ったデニムをしっかり知ることによっておしゃれの幅がぐんと広がるので、ぜひ挑戦してみてほしいです。この動画が参考になった方はぜひいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回。私初の書籍となる、ひるいルール括弧仮なんですけれども、そちらですね、本が出版されます。骨格診断やパーソナルカラーを使ったお洋服のお話やお洋服の選び方のコツまでいろいろ書かれていますので、お手に取って見てみてください。発売は6月を予定しているんですけれども、 Amazon で予約受付開始されていますので、ぜひ気になる方は概要欄をチェックしてみてください。